なこなみさん、なこなみさん、プレミアリーグのショータイムもうちょっとなんとかできなかったんですか？優勝チーム2選手の補足はどこ行ったんですか？サラーはなぜ右ウィングしかできずインサイドレシーバーなんですか？なこなみさん、もうちょっと豪華にできたよね。皆さんどうもこんにちは、かくです。本日は7月20日木曜日、新しいガチャイベやってもらいましょうね。この動画一本で出していきたいなと思います。今日もパソコンが故障してしまっていて実写は出せないんですけど、わかりやすさは誰にも負けないようにがっつりまとめていきますので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。今週はですね、ちょっと大阪に行く予定があるので、もしかしたら毎日投稿できないかもしれないですけど、週刊復刻レベマ比較、エピック比較、ショータイム比較、がっつりやっていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。ということでキャンペーンから話していきたいなと思うんですけど、まずはこちら、なんと今週メッシ選手無料配布されました。アメリカリーグへの移籍を祝っての配布って感じですね。まあ、正直能力的には通常よりちょっと強くなっただけですし、他のメッシだったりとか、まあ、それこそワールドカップの時に無料配布されたあのメッシと比べるとどうしても見劣りはしちゃいますけど、まあアメリカリーグのイベントでも使えますし、まあ、無料だったら全然いいですよね。後日おすすめの育成も紹介しますので、まずは受け取りボックスから受け取っちゃってください。で、同時にですね、キャンペーンアチューメントも来ていて、キャンペーンアチューメントと進んでいただいて、こちらですね、メッシを使ってツアーイベントとかチャレンジイベントをすることで8万 GP に2万経験値、無駄にできない報酬なので確実にやってあげてください。さあ、そして今週のイベントなんですけど、まあいつも通りですかね。はい、こちらのツアーイベントから週刊復刻パート1の無料券が1枚、そしてこちらのレジェンドイベントから週刊復刻パート2の無料券が1枚、両方もらえますので、ぜひこちらは引いてあげてください。ちなみになんですけど、このレジェンドイベントパート2の相手めちゃくちゃ強くないですか？先週僕もね、バルサに1回負けて悲しい気持ちになりました。ピエン、結構相手のレベル強いんですけど、このチャレンジイベント2クリアしていただければスキル追加もらえますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。あと今週めっちゃ好きだったのがこれ、ユナイテッド人のポーズ最高すぎでしょ、特にアントニー。さあ、そしてここからですね、新ガチャのお話ししていきたいなと思うんですけど、予定通りですね、今週はプレミアリーグのショータイムやってまいりました。まあ冒頭でもちょっと言いましたけど、ちょっとね、渋いガチャになっちゃいましたね。まあもちろん現実ではすごい選手たちばっかりですけど、新スキルのゲームチェンジパスも正直新スキルの中だと一番微妙だと思ってますし、サラに関しても使えるポジションが限定的で、まあ、正直週刊サラーで十分なところはありますので、いやまあ正直結構期待していたってところもあるんですけど、なかなかに渋いガチャになっちゃいましたね。もちろん今週もですね、無料分がありますので、無料でハイライトやショータイム勢が当たったら最高ですけど、まあ無理に引くべきガチャではないのかなって思ってますね。まあ、唯一ルーベン・ディアスに関してはレベル上限も高いし、守備能力は相当レベル高いので、まあありっちゃありですけど、スピード瞬発がなかなか上がりきらないので、超トップクラスかって言われるとそこまでではないのかなって思ってますね。まあ本当にプレミアリーグ好きな方なら引いてもいいかなって感じですかね。近日中にレベマ比較も出しますので、少しだけお待ちください。さあ、お次はエピックガチャ。プレミアリーグ縛りでビッグタイムランパード、エピックスコールズ、エピックパクチソン、このメンツでやってまいりました。久々にですね、メモリアルセレブレーションがついた選手が来たのはすごくいいんですけど、まあ飛び抜けた強さがあるかって言われると全員そこまでではないかな。まあ先週も言いましたけど、もうちょっとフレッシュなメンツが出てくれると個人的には嬉しいのかなって思ってますね。まあこのガチャに関しても無理して引くべきガチャではないと思います。さあ、そして毎月恒例のですね、 J リーグの月間 MVP ガチャやってまいりました。集合。まあ個人的には松木選手だったりとか、あとは昨日セルティックの試合でね、マルコス・ジュニオール選手すごくかっこよかったので、この辺りは気になりますけど、100人のボックスドローなのでなかなか手を出しづらいですよね。こちらは J リーグサポーター専用のガチャになってるのかなって思いますね。いやでもさ、これも毎回言ってますけど、 J リーグサポーター専用とはいえ、100のボックスってだいぶ引きづらいですよね。これがですね、50のボックスとかだったらだいぶ状況変わると思いますので、ぜひこの辺りのボックスはもうちょっと減らして出してほしいなって思ってますね。こなみさん、検討していただけませんか？さあ、そして最後が週刊復刻ガチャパート1パート2やってまいりました。で、まずはですね、パート1こんなメンツになっていて、2列目ペドリなんかもいいですし、スルーパスケインとかダブルタッチニャブリとか、こっちもこっちでね、結構注目選手はいるんですよね。なので悪くはないんですけど、皆さんなんか足りないと思いませんか？
そうなんです、フィルツはやっぱり人抑えになってしまいました。フィルツがいればもっと魅力度は上がってたんじゃないかなって思ってますね。っていう中でやっぱり今週はパート2じゃないですか。こっちはマジでエグいですよ。スルーパスムバッペに過去最強フォーデン、2列目レアオンにスーパーサブソンフンミン、さらにロメロだったりとかフェラントーレス、ダブルタッチ持ちのブルーノフェルナンデスにプレイスタイル変更のウォードプラウズ、ジンチェンコなんかもいますので、結構当たり多いなって思いましたね。特にこのねフォーデンですよ。このフォーデンはマジで強いですよ。2列目に変わってスキルが爆盛りされて、そしてこの能力マジで当てておいたら便利な選手だと思いますので、この選手に関しては課金してる方でも狙う価値はあるんじゃないかなって思ってますね。まあ、あと個人的にはこのムバッペかなり好きなんですよね。まあビッグタイムとかショータイムにスルーパス追加した方はそっちでいいと思うんですけど、それ以外の方であればラインブレーカーでこれだけ数値ありながらスルーパスついてるのは今回だけになりますので、ぜひこのあたりも無課金未課金の方にはぜひ狙っていただきたいなって思ってますね。ということで、まあプレミア投票 FP 含めてこんな感じのガチャが今週来てるんですけど、もう無課金未課金だったら圧倒的にこの週刊復刻パート2がおすすめですね。てかそれ以外が今週かなり渋めなので、ほぼ一択レベルなんじゃないかなって思ってますね。パート2はマジでいいですね。ワールドカップ週刊まではいかないですけど、その次のレベルぐらいはあると思いますので、無料分引いた上でまだ欲しい選手がいる方はもう少し勝負してみてもいいんじゃないかなって思ってますね。詳しい比較に関しては明日か明後日にしっかりと投稿しますので、ぜひそのあたりも見た上で判断してみてください。ということで、ちょっと早いですけどこんな感じですかね。先ほどですね、イベントからパート1パート2の無料分しっかりと回収してきましたので、最後1回ずつ聞いていきましょうか。いやちょっとガチャにさ買わないの寂しくないですか。僕もさ今全然実写ないですけど、ちゃんとリアクションとかしちゃってますからね。さあということで、無料分1回ずつ引いていきましょう。こっちで言うとね、そうだな、スルーパーケインとか持ってないし、2列目ペドル持ってないので、この2人どっちか当てたいところですけど、オランダエルディブジ誰だこれ、え星5、え誰だ、ティンベルとか、ティンベルとかじゃないこれ、もしかして、もしかして、もしかするんじゃないですかと。アーセナル移籍おめでとうございます。いやこのティンベルもね、能力見てほしいんですけど、サイドバックだったら結構強いと思うんですよね。ディフェンス能力もしっかりあって、スピード90、そしてまあスタミナちょっと低いか、まあでも波小さいで、スキルは完璧なので、まあ全然ありなんじゃないかなって思ってますね。いやティンベル一発は全然当たり。ユリエンで思い出したけど、エイウィッチさんのチャンネルで上がってるユリアンのラップ超かっこいいんで、ぜひチェックしてみてください。さあそしてパート2も無料1回引いていきましょうか。僕はねスルパムバッペと、あとはジンチェンコ、ウォードプラウザー持ってますので、まあフォーデン、ソンプンミン、レオン、この辺り狙いでいきたいですね。あとはねこの旗手選手もなかなかね使用感いいってきますし、実は昨日セルティックの試合の後にもう直接個別でインタビューさせていただきましたので、気持ち的には旗手選手も欲しいですね。さあということでいきましょうか。一発いっちゃうぜ。いやこれねフォーデン欲しいな。いやマジでフォーデン当てて叫びたい気持ちですけど、さあまずはプレミアリーグ、プレミアリーグ来たらダブルタッチのね、待って出てこない、待ってセリアじゃん、出てこないって言ったセリアだ、調子オンじゃん、何これもう、ブルーノが出てこなくてさ、もうキーパーじゃん。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと今週はね予想以上に渋くて期待外れだった部分もあるんですけど、まあ毎週毎週激アツでもあれですし、週刊復刻など魅力的なガチャもありますので、ぜひ皆さんどこで引くかを見極めながらコイン使ってみてください。今後もいろんな動画上げていきますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ということで以上で終了します。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。